皆さん、こんにちは。鈴木アスリートクラブの川本翔です。 800m 割っています。今コロナの影響で思うような練習ができていないと思います。お教えできるトレーニングを紹介したいと思います。私が紹介するのはフロントプランクです。基本的な動作ですが、走る際に必要な体幹を鍛えることができます。なかなか走ることができないからこそ基本を見直してみましょう。フロントプランクを始める前に、正しい姿勢をまずは壁を使ってチェックしましょう。頭からお尻にかけて壁にくっつくようなイメージで行ってください。その時に腰が曲がったり反ったりすると壁につきません。一本の幹を作れるイメージで行ってください。先ほど壁で意識したイメージでフロントプランクをやってみましょう。これが理想の姿勢です。腰が上がったり下がったり傾いたりする人がいると思いますが、なるべく一本の幹をイメージしましょう。次に応用編を紹介します。先ほどのプランクの姿勢から体を開きます。動きをつけることにより強度が上がります。実際にやってみます。先ほどのフロントプランクの姿勢を意識して体を開きます。これを交互左右行ってください。これも体が一直線になるよう意識して行ってください。この動作の注意点ですが、体を開いた時に腰が曲がってしまったり、肩から先に上がってしまったり、お尻から先に曲げていったりと、パラララバラバラになると思うので、体が一直線になるよう心がけてください。今できることが少ないですが、できることを見つけてみんなで頑張っていきましょう。